今のヨーヨーめっちゃ回るじゃん。すごい。なんで？それを簡単に説明すると、回転力がめちゃめちゃ上がったから、ぐーんと長く回るようになったんだ。分かってかい？なるほど。分かった。理解した。ダメ。ダメじゃないけど、それだけじゃダメなんす。まだ、まだある。あるよ。回転力アップももちろんなんですけど、それに合わせて回転が落ちにくくなってるわけですよ。というわけで今回は昔と今の機種を見比べながら、どうやって回転が落ちにくい仕組みになっているのか解説していきたいと思います。今回はですね、3つのキーワード、ギャップ、レスポンス、エッジというこの3つのキーワードに注目して、できるだけざっくり分かりやすく説明していきますね。ではまず昔の機種の写真、ボン、ギャップ見ていきましょう。溝の幅をギャップと言います。このギャップが狭いと何が起こるかっていうと、ストリングとボディがすぐ当たっちゃうんですよ。例えばブレインツイスターとかやるときに、ストリングをボディにかけるじゃないですか。で、かけていくと、どんどんギャップが狭いから、もうストリングたちが、いや、もう狭いっす。いや、ちょっと、ボディさんちょっといいっすかってこう、ピッてくっついちゃって、で、ボディも、ちょっとストリングくん待ってよ、もう回転が、っていう風に、回転が弱くなりやすくなってしまうんですね。で、今のヨーヨーですね、ちょっと縮尺はね、微妙に違うんですけれども、ギャップがめちゃめちゃ広くなってるんです。ギャップが広くなれば幅に余裕があるので、ストリングがボディに触れにくくなっている。そこで回転がなるべく落ちないようになっているわけです。続いてレスポンス。レスポンスというのはヨーヨーを巻き戻すための仕組みになります。昔のステルスレイダーとか、あと今ルーピング機種は変わらずなんですけれども、スターバーストといって、中心にですね、ギザギザがたくさんついてます。で、このギザギザがあることによって、スリープ中のヨーヨーもチョンって引いたらギザギザに引っかかって、でヨーヨーが巻き戻ってくるという仕組みなんですけれども、ギャップが狭いでスターバーストだと、スターバーストに触れちゃってロスが起きてしまったりということになっていたんですね。で、今のヨーヨー見てください。何も出っ張ってないじゃないですか。こういった形でギザギザではなく、シリコンのパッドが埋まっています。ちょっとギャップのお話に戻るんですけれども、だんだんとギャップが広くなるにつれて、スターバーストだと出っ張ってしまうし、かかりが弱いなと、しっかり巻き戻すのが難しいなという風になってきました。で、スターバーストからこう試行錯誤をしていって、今このパッドというものになっているんですね。で、このパッドですね、出っ張っているわけではなく、ボディとほぼ同じスライチの状態になっているので、そんなに干渉することはなく、バインドをするときにストリングが埋まっているパッドに当たると、スターバースト以上の引っかかりでしっかりと巻き戻ってくれるという形になっています。3つ目のキーワード、エッジについてです。ここの部分見てください。高いんですよ。中心からですね、広がり始める部分までが遠いんですね。エッジが高いとどうなるかというと、ギャップと似たような話になるんですけども、トリックをやってる時、ストリングに当たってしまうことがあります。エッジが高いと当たりやすくなって、高ければ高いほどストリングとボディが接触した際の回転のロスが大きくなってしまうわけです。で、今はこのようにローエッジというエッジがですね、かなり中心に寄った低い位置に設けられるようになりました。こうすることで、ストリングとボディが触れても回転のロスを大幅に抑えることができるようになっているわけです。はい、ということで今回ですね、今のヨーヨーがなんであんな長く回るのか、回転力が落ちにくくなったからという部分について注目して説明してみました。実はリワインドのブログで、同じようなことをですね、記事にしておりますので、概要欄に、リンクを貼っておきますので、ちょっとそちらの方をご覧いただければなと思います。この動画が参考になった、面白かったという方はぜひぜひ高評価、まだの方はチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではでは皆さん、また別の動画でお会いしましょう。さようなら。ノールックで決まったんじゃない？触れにくいから傾かない。クラウン。いや、クラウンだけじゃないんですけど。
ね。だから CM っぽいな。触れにくいから、傾かない。